三眼の一掃と董卓の打倒を経て、官室はその威光を取り戻す。その後、天下は諸侯の尽力により荒廃から立ち直りつつあった。だが平穏の中にも明日の栄達をかけた争いがある。都では今後帝をそばで支えていく家紋はどこかに関心が集まった。この時人々に候補と目されたのは三人の英雄である。優勝剣鉄を集め、その才をもって新たな道を開かんとする曹操。古の兵法家孫子の血脈にして、自らも豪遊たる武人孫権。そして代々官室を支えきた押しも押されもせぬ名族袁紹。話題は帝も知るところとなり、ついに官室による催しが開かれる。果たして随一の威光と品位、実力を持つのはどの家紋か。名族たる矜持をかけ、袁紹が絶対に負けられない戦いに挑む。我が名は袁本紹、名族である。袁家、宋家、孫家で一番の名族を決す。立ち合いはこの使徒王院が務めよう。はまずはこの付近の兵隊を一掃せ。一番早く全員撃破できた者の勝利とする。以上に爆裂した勝負になりそうじゃ。名族だ。これは価格に興味はない。だが孫家の家計様は殿下に示さねばな。たった一人の奥に我が知略の餌食になりたい。こっちによこしやがれ。
なんだお前たちの試練の手伝いか。何者であれ私の邪魔をするでない。腹に風穴あげてやるぜ。なんと近頃の賊は物騒であるな。とにかく今は輸送部隊を守らねば。待て、そもそもこれは家紋での勝負。我らが戦った結果だけでは納得できんな。なるほど、それもそうだな。
ならば子供たちを交えて勝負すべきか。負け惜しみ。まあよい。お前たちの気が済むまでかかってくるがいい。父よ、くだらんざれごとに私を引き出すか。だが、来たからには勝利するのみ。なんだか面白そうじゃねえか。よっしゃ、この勝負楽しもうぜ。父と我ら兄弟がいれば縁起に資格なし。さあ、真の名族の意向見せてやろう。魔法の言う炎症と倒して戦うか。違うがいる。そういうこと。俺は今勝負を楽しんでいるぞ。これぞ何を見抜くなよ。私が格の違いというものを教えてやろう。名族は俊足でもあるぞ。獣め、お前のようなものが名族では思う末だろう。どうか手を下さい。けど勝負ってな、勝ったやつが偉いんだぜ。
ださるか。このドローンは策にてお返ししますぞ。
敵将を討ち取ったり。覚えておれ、わしはいつか必ず冥族の座を奪ってやる。いかなる者が来ようと負けはせぬ。讃えよ、恐れよ、炎騎こそ冥族である。